長篠に現れた武田、大量の鉄砲、こうして乱世のことは信長の道は俺が切り開く。他方面から市議三条を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かおう。俺たちは別動隊を率いて市議三条を目指す。行くぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。やめろ。私は逃げも隠れもいたしません。すぐに信長様の御前に参上しましょうぞ。皆遠慮はいらん。久秀の首を取り手柄とせよ。俺たちは市議三条の南門への到達を急ぐぞ。任せろ。はいよ。くだらん。構わず進むぞ。開門。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。この城たやすく入れるとは思わないことです。開門。開門。一緒だ。手間取ればこちらの動きを悟られる。砦を守る将を手早く倒さねば。敵襲か。援軍を呼ばなくては。よし、こちらの動きはまだ敵に悟られていないようだ。震えよ鹿之助、期待している。任せろ。俺だっていつ強くなってみせるさ。別動隊の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手にせ、敵の目を引きつける。開門。撃ち死に。任せておく。いいぞ光秀、それこそ俺の相棒だ。何人も止められぬと知る。北の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。うまく敵を連れたようだ。信忠殿、片岡城が承知。手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。三太夫、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。南門にたどり着くことはできたな。門が固く閉ざされているようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、跳ね橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。
しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠にかかった。仕方あるまい、救援に向かうぞ。開門。信忠の身が危うい。で、救援を急がねばならんだ。早く羽橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。迂闊に突出しよって覚悟せよ。あばめる者か。悔やすく承知。承知がここまでか。戦力を見誤ったか。逃がさん。敵に情けはかけぬ。任せろ。悔しいがここまでか。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って金橋を下ろしますよ。敵将、切り伏せた。任せておく。ここ承知。おい、効果あるまい。登録兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。気を逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。信忠使えぬ。で、ある駒を毎度助けるつもりはない。そう心得て良いな。あ、肝に銘じます。手負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたが、久秀ごとき俺と十兵衛のみでこと取りよう。敗北条件変更。敵は俸禄兵を出してきたか。手を承知。早く始末すれば兵糧庫は炎に包まれよう。兵糧を燃やされずに済んだか。しかし久秀ってやつ、真っ先に兵糧を狙うあたり油断ならないな。火だ、火が出たぞ。何、敵方の俸禄兵は余さず切り伏せたはずだが。兵糧を失った今、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。任せろ。まだまだ四季三条には入らせませんよ。で、ある任せておけ。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め散らしておあげなさい。承知。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く四季三条へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。こりゃ簡単には落とせねえぞ。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令官、敵陣にたどり着く前に切る。討ち死に。敵に情けはかけぬ。私は久秀に心から従っていたわけじゃない。何でもするから見逃してくれ。い
降伏したいなら誠意を見せてもらおう。敵方の伝令を装い。で、ある。南門を開けてくるのだ。わかった。やってみよう。よしひそ殿を城まで無事に送り届けねば。討ち死に。開門。任せておけ。ようやく門が開いた。城内へ進め。久秀が待ちかねていようぞ。様のご命令であるぞ。開門。彼は無双。すべてを壊し尽くす魔王よ。逃がさん。開門。任せろ。敵に情けはかけぬ。お見事にございますな。打ち死に。何人も止められぬと知れ。開門。敵に情けはかけぬ。聞かせていただこう。私の理想の世に信長様が無用であるように、信長様の築く世に私は無用。違いますか。大事をなす前に理想を語るなど無駄よ。道を開けよ。お前とはまだ共に歩めたはずだ。残念だ。我が命を散らすべき場所はここではない。待て久秀殿。どこへ。捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。秘蔵の茶釜を。久秀殿は。ただやめておけ。久秀は十兵衛。分かった。